はい、全商大垣店の店長のかすみです。今日は、全商大垣のモデルハウスをご案内したいと思いますので、どうぞご覧ください。じゃあまず、外観からですね、大垣店の外観はこのような形で、三角の屋根が特徴ですね。アンティークな家具が似合うような、家を作ろうというのがコンセプトになっておりまして、建物もあえて、木の部分も色をつけて、古くからあるような家を目指したモデルハウスになっております。玄関のところに少しレトロな、雰囲気が漂うような可愛らしい照明を作っております。また大垣モデルは庭も雑木をできるだけたくさん使って、ハーブだとかですね、そこら辺で手に入るようなものを、できるだけ多く植えて、木林の中に入っていた先にあるような家を見ていただけるような庭を作っております。では中もご案内いたします。玄関ドアはそうですね、鋳物のこういう鉄の、アクセントがガラスに入っているような玄関ドアを採用しております。ではどうぞ。玄関を入りますと、2way の玄関という形になっておりまして、玄関横に出た箱のスペースをちょっとした間仕切りの壁を介して作ることで、そちら側が家族用の玄関となるような、普段の靴だとかはそちら側にしまっておくような形で、お客様が来られるメインの玄関スペースの方はすっきりと、いつもさせておくことができるような作りになっています。玄関を開けて、そのまま入ってリビング LDK が見渡せるような作りになっておりまして、できるだけ開放的に暮らせるような作りを目指したモデルハウスになっております。リビング横には大きい吹き出し窓から、庭の眺めも少し感じられるような、場所になっておりまして、そして見上げると上が吹き抜け、ぜひ皆さんも吹き抜けとかを作られた際は明るさが入るような工夫をされるといいんじゃないのかなと思います。で、内装はですね、壁は全て漆喰で塗っております。これも、ヨーロッパの方のアンティークな雰囲気に合わせてということで、あえて、コテで塗った後を、残すような少し荒々しい漆喰で仕上げる形にしております。で、リビングの横には、キッチンですね。で、キッチンはアイランド型のキッチンで、アイランド型のキッチンというのが壁のない、こうぐるぐる回れるタイプのキッチンですねを採用させていただいております。キッチンに立った奥さんがですね、ここの間取りは、リビングをキッチンの正面に設けることで、リビングと、リビングソファーに座っているご主人と、まあ、お子さんだとかとですね、キッチンに立った、奥様が会話ができるような間取りとなっていて、コミュニケーションが、家族のコミュニケーションができるだけ生まれるような間取りを提案してもらっています。で、キッチンは、アイランド型ですけれども、対面キッチンという形で、全てを見渡せる LDK 全てを見渡せるようなキッチンになっておりまして、火元のところも壁を作らずにですね、ガラスの、こういったようなセパレートが少しついていて、こういうのがあるおかげで、見渡して開放感のある LDK になってるんだけれども、油はねだとかの心配もいらずで、お手入れも楽なキッチンにしております。で、キッチンのサイズは今一般的と言われているサイズかもしれませんけれども、 2m55cm の、キッチンになっております。ちょうどシンクと、コンロの間ですね、スペースが70センチぐらいのスペースがあるので、まな板を置いて、何かを切りながらちょっとしたボールだとかお皿だとかを置いていただくこともできる広さ、キッチンの仕上げ材の扉とかの、材料が少し、独特というか特徴があるのかなと思います。この扉の柄がですね、レザー調と言われる革の柄を、つけたものになっていまして、よく木目調だとか白い扉だとかっていうのはあると思うんですけども、革の柄ということで、これもこの落ち着いた空間に合ったようなものを選ばせていただいております。で、キッチンの後ろの収納はこれも少し変わった、ご提案になっているのかもしれないんですけれども、3枚の扉ですね、
の奥に、パントリーだとか食器棚、あとは家電製品を置くスペース、一般に食器棚を置かれるスペースを扉で仕切ったデザインになっております。でまたちょっと、変わったところとしては、この扉を開けたスペース、この部分に冷蔵庫もしまえるようになっていますので、最近よくご要望でおっしゃっていただくのが、開放的な LDK にするのはいいんだけども、キッチンの冷蔵庫だとか、あるいは電子レンジだとかの家電製品が結構目立っちゃうのが気になるなという奥様がよくいらっしゃるので、こういった作りにすることで、例えばシルバーの冷蔵庫とかですね、この雰囲気と全然合わないんだけれどもという冷蔵庫だったとしても、普段を隠してしまうことができますので、雰囲気を壊さずに、でも実用性も損なわないでという使い方ができるんじゃないかな、そういう提案をさせていただいております。あと、先ほどキッチンの正面にリビングがあると話しましたけども、ダイニングはキッチンの横に設ける形になっております。活動線が短縮できる間取りになっているのも特徴だと思います。これで奥様がこうキッチンに立ちながらですね、みんなで一緒にご飯食べれればいいんですけども、意外とキッチンで、ちょこちょこっとやりながらだとか、飲み物と取りに行かなきゃいけないだとかっていう家事の、動きもだいぶ楽になってるんじゃないかなと思います。あとそうですね、 LDK には、4畳半の畳のスペースも設けております。小上がりの畳と畳スペースと言われるような作りになっていまして、床から40センチ弱ですね、1段高低差を設けることで LDK の中の一間にはなっているんだけれども、畳の空間だけ少し、独立しているような雰囲気を味わえることができるようになっております。でもこういったところにお子さん用の布団を敷いて寝かしたままですね、お昼寝している様子を見ながらキッチンに立ったりっていうことができるのも、こういう LDK の中に畳のスペースがあるというメリットになってくるのかなと思います。畳コーナーの奥が大きいガラス窓になっていますので、その向こうに器デッキを設けてですね、でそのまま例えばバーベキューやりたいよっていうような時とかは、ウッドデッキにぜひ休める日とかはですね、こういった場所があると少し、落ち着いた休日を過ごせるんじゃないのかなと思いますので、であとは1階は、キッチンの横の方ですねのスペースから、水回りの方へ続くスペースになっております。キッチンの後ろすぐ横のところにはカウンタースペースを設けていまして、洗濯物とかアイロン掛けだとかですねいうのを、こういったスペースを使ってやっていただくのもいいんじゃないのかなという場所を作っております。そしてその奥にはですね、洗面台、前者の大垣モデルはですね、洗面化粧台は、洗面脱衣室の中にあるのではなくてですね、キッチンの横のスペースで使えるような形にしています。実はこのスペースは、玄関の横のスペース横からですね、廊下でつながった場所になっていまして、で奥さんは例えば買い物帰りとかにそのままその横を通ってキッチンの方に入っていけれるような、作りになっていたりします。造作の洗面台と言われる、ものになりますけれども、大工さんの手作りの洗面化粧台になります。お好みのテイストに合った洗面化粧台を作っていけれるので、奥様方がですね、結構喜んでいただいて、好評いただいておる洗面台になります。洗面室の隣は、脱衣室ですね、こちらは2畳分の脱衣室になりますけれども、先ほどの洗面台が外に出ているということがありまして、脱衣室の中は自由に使える場所になっていますので、下着類だとかタオル類だとかをしまえるような収納スペースですね。を設けて、あとは洗濯機だけとフリーで使えるような場所になっております。買い置きの洗剤だとかもしまっちゃってもいいですね。で脱衣室の横はユニットバス2畳分のですね、一坪タイプと呼ばれる、お風呂になっております。シンプルな作りにさせていただいておりまして、最近だと、お風呂で鏡を使わないという方も多くてですね、そういった方は鏡を、設定しないで、もうすっきりとした作りにしてということもできたりします。あと、最後になってしまいましたけれども玄関の横のスペース、先ほどの通っていけるよって言ったところのすぐ横にトイレのスペースがあります。
こちらもサイズは1畳程度の現実的なサイズで作ったモデルハウスになっているんですけれども、便座の上ですねの部分を黒だとかですね、お好きな色が何種類の中からも選べるとか特徴になっているんですけれども、それ以外にも床がタイルで仕上げていただいてですね、これもアンティークな感じのする柄のタイルですね。トイレで手を洗いたいなという時に、使えるような壁を少しへこませる、へこませて狭くしないようにしながら、そこに小さい手洗い器をつけております。以上で、ぐるっと回ってきて玄関に戻るという形で、1階の間取りとなっておりますので、ここから2階の方に移りたいと思います。はい、ではここから、2階のご紹介をします。先ほどのリビングにあります階段を上っていきますと、2階につながっております。2階上がりまして、正面にちょっとしたスペースを設けていて、階段上がっていくと正面に少しカウンターとかですね、棚のあるスペースを作っております。でその横に行きますと子供室という形になります。子供室はですね、上の方を見ていただくと勾配天井という作りになっているんですけれども、屋根の形に合わせて、家の中の天井も斜めに作ってですね、で上の空いたスペースのところをロフトという場所にしております。例えばちっちゃいお子さんだとかですね、友達と来た時だとかご兄弟で遊ぶ時とかの場所を確保するのに、ちょっとロフトが一役を買っているような形になります。で子供部屋は2部屋を作っておりまして、その2部屋は緩くこうつながってはいるんですけれども、ちょうどロフトのスペースが両方の部屋から、使えるような形になっています。でまた、こちらの方の部屋からもホールの方に戻ってくることができて、ホールはぐるぐると回れる、ここも回遊型の間取りとなっております。でホールの正面ですねの部分はトイレが、2階にもトイレを設けていまして、2階も1階と同じようにタンクレスのトイレを使ってつけているんですけれども、2階はですねトイレの正面のところに手洗い器をつけております。で先ほどの、リビングの上の吹き抜けとホールがつながっていまして、ここからですね、例えばリビングに座ったお父さんとお子さんが話をしたりだとかっていうのは家族の気配が伝わるような吹き抜けの使い方をさせていただきます。あと、子供室と反対側の方に主寝室を設けています。主寝室は約8畳で、ベッドを真ん中に配置している形にしていまして、正面の壁には、壁をですねへこませる形のニッチという作り方なんですけれども、間接照明がですね、映り込むような形で、ちょっとこれも夜なんかに暗くなった中に間接照明をつけていただくと可愛らしく浮き上がるようなデザインになっていると思います。でベッドのその壁の横のところはウォークインクローゼットを設けていまして、こちらは 2.5 畳のウォークインクローゼット。ウォークインクローゼットの反対側には今回は書斎を作った間取りになっています。寝室の中にこう書斎を設けることでリビングとかとの声だとかですね、家族の気配とはちょっと離れて落ち着いた時間を過ごすことができるような書斎を作っております。あとはインナーバルコニーというスペースも作っております。まあ、洗濯物をもちろん干していただくっていう実用的なこともできますし、ちょっと奥行きを出すバルコニーなんかにすると、テーブルなんかを出したりですねして、ご夫婦でちょっとお茶を飲む時間を過ごそうかなということもできるような、せっかく注文住宅を作っていただいたのでプラスアルファの暮らし方というのができるような場所も作らせていただいております。はい、以上で2階のスペースのご紹介となります。あとは、奥につながっていくと事務所スペースだとかがモデルハウスなので作っておりますけれども、ここまでで、総2階38坪の現実的なサイズのモデルハウスになっておりますので、間取りだとかも非常に現実的で参考になる場所が多いと思いますので、はい、いろいろ楽しんでいただければなと思います。ありがとうございました。